皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。ですね、このチャンネル、メインチャンネルでちゃんとご報告しなかったですけど、ニコンの Z9 ですね、これをひっそりと導入しておりました。今回導入したこの Z9 と、あとね、70-200 の 2.8 で、これも一緒に実は導入してます。70-200 の 2.8 については、以前にネオアイズ彗星っていうのを撮影した時にですね、めちゃめちゃいいレンズだなって思ってたんですよ。で、私望遠鏡しか望遠レンズって持ってなかったので、こういうなんていうか通常のカメラ用の望遠レンズ1個あってもいいかなと思ってですね、今回思い切って導入しました。そんなわけでですね、この Z9 ですが、私のタイムラプスのお仕事のメイン機として今活用させていただいております。この間アメリカにも持ってたし、北海道のニーカップ町の仕事の撮影でもね、これ持ってって大活躍してたんですけど、まあでかいんですけどね、でかいっていうことだけがデメリットで、他はもうメリットばっかりのカメラですね。まあここはまた次の動画でご紹介したいなって思うところなんですけど、今日この Z9 についてちょっと紹介したいのが、ホーリーグレールですね。夕焼けから星空、星空から朝焼けっていう、露出変化の激しい時間帯のタイムラプスを滑らかに表現するという手法です。で、このホーリーグレールの撮影をするときにですね、この Z9 ちょっと注意事項というか、一点気をつけなきゃいけない今までの機種と違うところがあります。それをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。まずですね、これ9月の末ぐらいに、バージョンアップされてます。バージョン 3.00 だったかな。まだファームウェアのバージョンアップをされていない方、もし Z9 ユーザーでいらっしゃいましたら、ホーリーグレール撮影をする前に、タイムラプス撮影する前にですね、ぜひ必ずアップデートしてください。まずこのニコンの Z9 使ってる方って、まあもうプロの方とかね、ハイアマチュアな方がほとんどだと思うので、あんまり細かい説明しなくていいかなと思ってるんですけど、一応ですね、今まで私がニコンのタイムラプスのその設定とかね、紹介してる動画っていっぱいあるんですよ。で、まあニコンさんのチャンネルにあるやつが一番いいかもしれないですね。インターフェースは変わってますけど、基本的な設定項目は変わらないので、そちらを参考にしていただければと思います。でですね、注意点のところを説明していきましょう。ここに液晶画面をこっちに出そうかな。今これマイメニューで私こうインターバルタイマー撮影と ISO 感度設定って、まあ、このタイムラプス撮影では、使用する設定ですね、この2つをここにマイメニューに登録してるんですけど、この ISO 感度設定のところ、まあ、もろもろこう設定していくんですよね。低速限界設定っていう項目がありました。で、これはここまでシャッタースピードが落ちたら感度を上げますよというものだと思います。今だとその ISO 感度64からタイムラプス撮影をスタートして、感度自動制御で適正露出まで持っていきますと。で、その時にまずはシャッタースピードを落としていく。それからシャッタースピードが落ちていって15秒でも露出が足りなくなったら、上限感度1万までを上限にしてどんどん感度を上げていきますよという感じの多分プログラムの流れだったと思うんですね。 ISO 感度設定の低速限界設定とインターバル撮影の撮影間隔の関連というかね、約束事としては、私はですね、低速限界設定を10秒に設定したら、撮影間隔は11秒よりも長い数値にしてくださいと。まあ要は最低でも1秒、間を置いてくださいねということをおっしゃってました。で、低速限界設定を15秒とか20秒とか、もう少し長い露出値に設定するときは、この撮影間隔は2秒置いた方がいいですよってアドバイスしました。低速限界設定を15秒にしていたら17秒、低速限界設定を20秒にしていたら22秒にすると、その適切に撮影ができますよと。要はこれが短すぎると、その
撮影をスキップして1枚その歯抜けのような感じになってですね、等間隔で撮影ができないという可能性があったんですね。 ISO 可能設定の低速限界設定とインターバルタイマー撮影のこの撮影間隔っていうのは紐づいて考えられていたと思うんですけど、 Z9 からですね、この ISO 可能設定のこの低速限界設定の先、めちゃめちゃこう間が取れなくなったんですよ。前10秒とかあったんですけど選択できなくなってるんですよね。えと思って、この間行きたい時あるじゃんって思ってですね、ニコンさんに確認をしました。そうすると Z9 のバージョン 3.00 から低速限界設定は関係なくなりましたという返答がありました。要はですね、インターバルタイマー撮影をスタートした段階でこの撮影感覚だけを重視して ISO 感度のコントロールをするということらしいです。これまだ他のカメラのファームとかに適用されるのかとか、そういうのは全然わかんないんですけど、とりあえず Z9 を今使用されている方でこのホーリーグレールタイムラプスをやりたい方はですね、この低速限界設定の項目は撮影感覚よりも小さろかろうが大きかろうが関係ないです。ここ何でもいいです。気にしなくて良くなったってことですね。低速限界設定ってそのタイムラプスだけじゃなくて、なんかストロボ同調とかね、そういうことにも関連してくるので、あながちタイムラプスだけの項目ではないと思うんですけども、おそらくこの撮影間隔を設定して撮影間隔優先がオンになって露出平滑化がオンになった時点で、まあ、このタイムラプスのセッティングですよねになった時点で、この ISO 感度設定の低速限界設定っていうのはフリーになるっていうか、特に気にされない項目になるということで、1個作業が省かれたっていうことになるんですかね。やっぱりちょっと最初から設定のことをお話ししましょうか。だから、ホーリーグレール撮影をするときはですね、私の場合はF2.8 にして、まあ、広角レンズですね。ちょっと焦点距離の長いやつになってくると、だん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 それは苦手な感じでになってきて、ちゃんとその露出しか取れなくなりますから、まあ、24mm よりもワイドなやつがおすすめですかね。 35mm とかになると結構きつかったな。速光モードはこの中央部重点速光にしておき、いろんなとこに露出が振られるからですね。で ISO 感度設定、撮影時は一番低い感度設定にしておいてください。それから感度事業制御はオンで、まあこの上限感度に関しては1万でも8000でもいいですけど、 Z9 はね Z7 とか過去の機種と比べるとちょっと高感度ノイズは多いです。なので今までは12800とかでやってたんですけど、1万とか8000とかで抑えた方がいいかもしれないですね。まあそのノイズを外すっていうことをやれば、まあ同等でも使えるので、そこはあんまりね私はデメリットには感じないんですけど、でインターバルタイマー撮影ですね、この撮影間隔とりあえず何秒で撮りたいかということだけをこれを設定して、枚数設定して露出平滑化オン、撮影間隔優先オンで、オプションでこうタイムラプス動画を作るっていう風に設定しておくと非常に便利です。で大事なことで忘れた、絞り優先です。絞り優先 A モードにして、で撮影を開始するということですね。他の機種使った方で Z9 触って、この、まあ、私と同じようにタイムラプスでやってる方はですね、この低速限界設定の項目が妙に省かれたなっていうことで多分びっくりすると思うんですよ。え？何？ 10 秒選べないの？ 20 秒選べないの？ 17 秒選べないの？みたいな感じでびっくりすると思うんですけど、ここが関係なくなったということですね。でこの間ですね、試しに、低速限界設定を30秒にして、でインターバルタイマー撮影間隔を15秒にしたのかな、うん、15秒とか10秒とかにして、要は低速限界設定よりも撮影間隔が短く、設定してやってみたんですよ。以前の機種だとここで何ていうか15秒おきに、今だとこの設定だとシャッターを切るので露出が30秒までいかないから、感度自動制御はこう解放されないっていう、感度がこうコントロールされないっていうことが起こってたんですけど、全く問題ございませんでした。まあその時の動画はこれですね。なんか言葉にすると結構難しいというかめんどくさいですけど、要はですね Z9 は一つ項目が省かれるっていうことですね。
設定しなくてもいいというか気にしなくてもいいですよという感じになりましたので、 Z9 を使っている方はその点注意して、使ってみてください。 Z9 ユーザーの方、まあ、引き続きですね私と一緒にですね、タイムラプス楽しんでいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。